カザフスタンの伝統楽器の中で最も人気のあるドンブラを描いた切手カザフスタンの楽器を描いたソビエト連邦時代の切手現代のカザフスタンの音楽において有名な楽団としてカザフスタン国立クルマンガズイ民族楽器公共楽団カザフスタン国立フィルハーモニー公共楽団カザフスタン国立劇場とカザフスタン国立室内還元楽団などがある 民族楽器による還元楽団は19世紀の有名作曲家でありドンブラ奏者であったクルマンガズイ、サギルバユリにちなんで名付けられた。カザフスタンの伝統音楽を紐解く際に、本物の民話は民間伝承学とは切り離さなければならない。民間伝承学は、学問的な訓練を受けた演奏家が伝統音楽を次世代へと引き継ぐことを目的として、 演奏される音楽に関する学問を表す。再構築を試みた限りでは、ロシアからの影響を受ける以前の時代のカザフスタンの音楽は以下のジャンルで構成されている。ロシアがカザフスタンに与えた音楽的な影響には大きく分けて二つある。一つ目は、オペラの舞台を管理した歌劇場やヨーロッパの音楽を学ぶ、音楽院などの音楽を学ぶ、研究所を設立したことである。 二つ目は、これらの研究所において、カザフスタンの伝統音楽を、学問的な音楽構造へと組み込もうとしたことである。ロシア帝国時代とソビエト連邦時代に管理下に置かれたことで、カザフスタンの民謡や伝統音楽は、ロシア民族音楽や西洋の音楽と結びついた。20世紀以前、カザフスタンの民族音楽は作曲家、音楽評論家、 音楽学者などを含む民族学者研究チームにより収集、研究が行われた。19世紀前半、カザフスタンの音楽は直線の譜面に記述された。この時代の作曲家の何人かは、カザフスタンの民謡にロシアスタイルのクラシック音楽を取り込んだ。しかし、カザフ人自身は1931年まで自分たちの音楽を譜面に記述することはなかった。その後、 ソビエト連邦の一部として、カザフスタンの民族文化は、政治的、社会的不安をかき消すための鎮静剤としての役割を担ったものとして奨励されるようになった。結果、カザフスタンの民族音楽から派生した当たり障りのない音楽が作られるようになった。1920年、ロシアの民族学者、アレクサンドル・ザ・タエベチは、カザフスタンの民族音楽のメロディーと、 その他の音楽的要素を音楽作品として作り上げる事業を始めた。この事業は1928年に始まり1930年代に大きな進展を見せ、フレットや弦の数の増加によってカザフスタンの伝統楽器はロシアスタイルの演奏へと取り入れられることとなった。その後すぐにこのようなスタイルの現代的な公共楽団の演奏はカザフスタンの音楽家にとって 民族音楽を公式の場で演奏する唯一の方法となった。カザフスタンの民族音楽は愛国的プロフェッショナリズム発展などの要素により社会主義的な民族音楽へと変貌することとなった。1931年に設立された音楽演劇訓練学校は国内初の音楽における高等教育機関となった。2年後にはカザフ民族楽器交響楽団が 設立されたアジール村財団は伝統的、古典的なカザフスタンの民族音楽の歴史的な記録を保管、出版している。国内有数の規模を誇るクルマンガズイ音楽院はアルマトイにある。現在はカザフスタンの首都アスタナにある国立音楽院と競争を繰り広げている。コブズ最も馴染みのある伝統楽器は弦楽器である。それらの一つが ドンブラであり、カザフスタンの楽器において最も古く人気のある楽器である。遊牧民は2000年以上前から二弦楽器に似た楽器を使用していたと主張する者も,もいる。ドンブラは鼓動音程の二弦を使用するリュートに似た楽器である。その他演奏で重要な役割を果たす楽器にはコブズがあり、これは本体部分が木彫りで作られているバトーことに似た楽器であり、共鳴部には 動物の蚊は、弦と弓には、馬の髪を用いている。コブズは、中世遥か以前に、伝説的なシャーマンカーキットによって考案されたと、されている。ジェティゲンは、下ンに似た楽器と考えられており、中国にも似たような楽器がある。弦は、長さの違う二つの部分に分かれており、支柱は、移動可能であり、動物の骨を使用して作られている。個々の楽器については、 以下の項目を参照のこと。1970年代のカザフスタンのポップバンド、ドスムカサ現在、ヨーロッパの音楽スタイルの大きな影響以前に演奏されていたと考えられる伝統音楽を再発見する試みが行われている。演奏の質や伝統の信憑性に対する努力は無視することはできないが、これは伝統民族音楽家は全てよく訓練された。 現代のプロの演奏家の間において方法論的な理由で重要である。また、他の挑戦的な試みが若い世代の作曲家やロックやジャズの音楽家から持ち上がっている。彼らは自分たちの国の伝統的なイサを彼らが西洋文化から学んだ音楽へと組み込むことを目的としている。従って、この潮流は現代民族クラシック音楽という。 新たな分野を形成しており、特に民族音楽的なロックやジャズが活発に創作されている。クラシック音楽部門では、アクトィレイムクーロバー、ジャズ部門では、マジック・オブ・ノーマズ、ロック部門では、ロックサー・ナッキー、ユルク、ユルトなどが試みを行っている。キューポップは、カザフスタンで生まれたミュージカルサブカルチャーで、ウエスタン・エレクトロ・ポップ、ヒップホップ、ダンスミュージック、 ブルースなどの要素を取り入れたものである。この音楽ジャンルの創設者は2015年にデビューしたグループ91であると言われている。5人の男性で構成されたこの青少年グループはキューポップの方向性を明確にした。彼らに続いて2017年までの間にこの種のグループやアーティストが多数現れた。ティーン志向が強いキューポップは SNS において幅広い視聴者を有している。グループ91は10代の若者の間で前例のない興味関心を生み出した。ーポップの音楽的方向性は世界中で勢いを増しており、グループ91は韓国の首都ソウルを訪問した際に、グループはソウルの学生街である広大で演奏した。そこは新しいトレンドが生まれる若者の中心地で、 韓国のファンはカザフスタンからのアイドルを元気づけた。彼らの他に、著名な Q、ポップアーティストとして、ニュートン、クリスタルズ、マッドメン、EQ、ムーンライト、ジュザム、ジュイズ、スガ、カレパイム、ヤングスターズ、イアナット、ジルザ、エアー・イー、マリーカイ・エス、リザ、アルバ、シーシー・テイ、カイル,ルー、ジューオーウ、エイジェイ、マジリンバイル、アッスン、 等多数が活動している。旧ポップという用語はカザフスタンのポップミュージックを世界の他のポップから切り離すためにインターネットユーザーによってカザフ語でカザフスタンを意味するコザックスタンの頭文字をとって作られた。現在カザフスタンではポップ、ロック、ラップ、ソウル、ダンスミュージックなど様々な音楽スタイルを表すのによく使われる用語となっている。また、 Q-POP オチメイドは世界中に広がり始め、カザフスタンだけでなく韓国、台湾、中国、アメリカ、ドイツ、トルコなどの政治的、経済的、文化的にカザフスタンと関わりの強い国々においてファンを獲得している。ありがとうございます。